皆さんこんにちは。鍼灸師の露木です。このチャンネルでは、少しでも生活が楽になるように簡単にできる対処法を紹介していきたいと思います。よければ最後までご覧ください。何かをするのが億劫だったり、集中力が続かなかったりという経験をしたことがある方は少なくないと思います。毎日がこうなってしまうと、やりたいことができなかったり、日々を楽しく過ごすことができなくなってしまうと思います。今日はそんな気分の落ち込みがどうして起こるのか、これに対してどういうことをすればいいのかという話をしていきたいと思います。例えば、集中力が続かなかったり、何かをするのが億劫である、不安感があったり、イライラしてしまう、何をしても楽しくない、など、さまざまな症状が見られます。この症状は、病気になりやすい人、ストレスに弱い人、思い悩みやすい人、疲れが溜まっている人、こういった方に多く見られます。こういった精神的な症状でもご自身で対処することが可能です。今行っている治療とプラスして、これからお話しする対処法を行うことで、より早く改善の方に向かえると思います。気分の落ち込みの対処法。1、生活習慣を見直す。これは基本的なところになります。早寝、早起き、食事、運動、これらを取り入れることをお勧めしております。また朝日を浴びることで乱れたリズムをリセットすることができます。朝早起きをして外に散歩に行くこと、これが一番おすすめです。朝日を浴びてリセットし、体の中の空気をいいものと取り替えて、心地よい汗をかいてあげる、これができれば一番いいと思います。食事に関しましては、腹8分目を意識していただくことと、白砂糖をできるだけ減らすようにしてください。おすすめの食材。1、鶏肉。鶏肉は体にエネルギーを補い、元気を与えてくれます。また、ストレスがある方はタンパク質を消費しやすいです。そのため、こちらの食材をおすすめいたします。おすすめの食材。2、大豆食品。豆腐や味噌など大豆食品は体のエネルギーを補ってくれます。また、ストレスを抑えるセロトニンというホルモンを作る材料にもなります。3、小魚。頭の先から尻尾まで丸ごと食べられる魚が一番体にいいと思います。イライラしやすい人はカルシウムが足りていないなんて話を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。カルシウムは交感神経を抑える働きがあります。ストレスフルな方はぜひこちらの食材を取り入れてみてください。4、辛みのある食べ物。気分が落ち込んでいる時に辛みのある食べ物を食べると元気が出ます。また、体も温まりますので、体のエネルギーが巡りやすくなります。唐辛子やニンニク、大根などの食材が一番おすすめです。対処法2、呼吸。体を温めることでエネルギーを巡りやすくさせます。また、精神症状特有のツボを使うことで相乗効果を狙うことができます。おすすめの呼吸。1、丹丘。丹丘は胸の真ん中にあります。左右の乳頭と体の真ん中の線、これがクロスするところが丹丘になります。このツボは気液といって、気を巡らす能力がとても強いツボだと言われております。私は気の詰まりがある方によく使っておりますので、よろしければ使ってみてください。安心した時やほっとした時に胸に手を当てたなんて経験をしたことが一度でもあるのではないでしょうか。胸に手を当てると落ち着くことを体は理解しているので、無意識にそこに手が行くというふうにも言われております。おすすめの灸に、内感。内感は手首の大体この辺りにあります。腕の真ん中、手首から指2本、3本分ぐらいのところになりますね。私は自律神経を調節するときにはこのツボをよく使います。精神を安定させる効果があると言われておりますので、よければ試してみてください。おすすめの灸。3、虹彩。虹彩も腕にあります。人差し指のラインをたどっていったライン状、肘から指5本分ぐらい下のところにございます。これも自律神経を整えるツボの一つになります。皮膚症状、呼吸器疾患がある方で気分の落ち込みが出ている方に一番おすすめです。対処法3、精神統一。ここでは簡単な呼吸法を紹介いたします。鼻から息を吸ってお腹を膨らまします。
2、3秒止めて、その後口から細く長くふーっと出してあげます。この時に体の中の空気が、古い空気と新しい空気と入れ替わるのを意識しながらやっていただくと一番効果的だと思います。気分が落ち込みやすかったり、精神症状が出やすい方は呼吸が乱れている方が多いです。逆に呼吸が落ち着けば心に余裕ができると言われております。対処法4、アロマ。アロマではグレープフルーツの香りをお勧めいたします。リフレッシュができ、心を明るくし勇気づける効果があると言われております。リビングや寝室など長時間過ごすところにこの香りを広げて、ストレッチなど軽い運動ができると一番いいですね。まとめ、気分の落ち込みの症状は体の流れが停滞していたり、エネルギーが不足がちな人に起こりやすいです。特にストレスに弱かったり、思い悩みやすかったりする方に多い傾向があります。セルフケアの方法としては、元気の出る食材を食べる、2、お灸をする、3、呼吸を整える、4、リラックスをする、この4つをお勧めしております。気分の落ち込みの症状は、例えばストレスによるものだったり、不安によるものだったり、体の疲れから来るものだったり、さまざまな原因が見られます。それらを溜め込まずにすることができれば、今よりも生活が楽になると思います。皆さんが毎日楽しく生活できることをお祈り申し上げます。